皆さん、こんにちは、こんばんは。このチャンネル長岡麺です。新 MC の伸ばし本しのと林です。お願いいたします。これからね、はい、一緒にコロコロチャンネルを盛り上げていくということで、楽しみですね。何よりやっぱ似てるっていうのがいいですね。僕は髪をつける時点で、おっと、宣戦布告されてる。今日はこのバーチャルマスターズスピリッツっていう激アツ釣りホビーがもうマジで面白いっていう情報を仕入れてきたんで、ね、これを3人で一旦遊んでみたいなと思っております。じゃあ早速このバーチャルマスターズスピリッツ遊んでみたいと思います。よっしゃい。まずモードがなんかいろいろあるっぽいんで、一旦フリーモードでどんな魚が釣れるかやってみましょうか。あ、釣り堀川、じゃあ釣り堀からいきますね。選べるんですね。選べるっぽいですね。お、で、あ、餌を選択できると。ミミズがなんかいいんじゃないですか、わかんないですけど。で、アイテム、アイテム、え、何これ何これ、あります、釣り玉ブースター。あ、これね、釣り玉っていうのがこのバーチャルマスターズスピリッツの重要なポイントらしくて、はい、これ魚を攻撃できるらしいんですよ。魚を攻撃するの？釣ってる途中の魚をこれで攻撃するっていうのが面白い要素らしいです。かわいそうじゃん。あの魚をでしょ。そうです、そうです。釣ってる途中にしか攻撃するんですね。釣ってる途中にらしいっていうね。僕もちょっと今回初めてやってみるんで、まあ一旦じゃあ、さあじゃあ、はい、まずこれをこれ、うん、あ、こうやって選ぶ、あのどこに投げるかを選ぶと、はい、じゃあここにしますね。さあそして、おい、はい、行った。さあ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 、え、これすげえな。あ、ちょっとなんか触れた。ほら、ヒット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 。で、巻いて巻いて巻いて、色を影映ってるよ。なるほどなるほど、これ巻くんか。甘いな、巻きが甘いな。めっちゃ怒るやん。やったことあんのかよ。やったことないって。めっちゃ怒るやん。ほらよ、だんだんメーターが短くなっていってるってことは、はい、あ、え、こういけるいける。ちょっとやばい、重くなった。これ赤くなってますよ、釣り糸。すげえ、ここ重い、ここ重い。伝わらへんかもしれんけど、あー、重い。あー、俺がいいとこやめろよ。棚子、棚子、棚子釣れたんで8センチ。これ最後重かったっ、やっぱ重いですよね。マジで楽しい。あ、こういう感じでいろんな魚が釣れるっていうのが、うん、多分このバーチャルマスターズスピリッツの面白いところっぽいですね。もうこれで終わりでいいですか。楽しかったんで。いやいや、やらしてくださいよ。こっちもやらしてもらわないと。やりたい、やりたいですか。やりたいです、やりたいですか。どうしましょう、バトルしましょうか。俺戦う。じゃあもうバトルしましょう。このバーチャルマスターズスピリッツ、変わった魚が釣れるらしいんですよ、いろいろ。中でも僕が今一番気になってるの、カッパ。カッパ、カッパ釣れるらしいです、これ。カッパってやばくないですか、カッパ。完全なるレアキャラってことですか。はい、多分そういうことですよね。あ、それめっちゃ楽しみ。なんで、はい、僕と対戦して、はい、どっちが先にカッパを釣れるか、勝った負けた普通に決めるだけじゃちょっと物足りないんじゃないですか、芸人さんなんで。じゃあ罰ゲームつけます。おっと、じゃあ負けた方はリアルカッパになるってどうですか。いやいや、ビビっとるやん、もうそれは。ということで、はいはい、じゃあリアルカッパの罰ゲームをかけて、はい、僕とお二人で、はい、カッパ釣り対決を始めたいと思います。いよーい、スタート。よいしょ、よいしょ。クリティカル来たよ。クリティカル来たね。マジ？いきなり？はい、いいですよ。かなりいい感じ。あ、それもう来てんじゃない？もういいんじゃない？来た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 。これはでかい、これはでかい。よし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 よそれカッパじゃない、それカッパじゃない。絶対カッパってよ。それカッパじゃない。この顔見てください。カッパ釣ってる顔です。カッパの顔や。カッパの顔になってる。よっしゃ。うわー。なんだこれ。何出ました。釣りガール。釣りガール出してもうてますやん。女性を釣りました。おい、何してんだお前。来た。釣りガール。よし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 。みんなの女釣り。急げ急げ急げ。マジで負けられない。釣りガールだけやめてくれ。ここここ、よし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 、来たぜ、おい、来たぜ来たぜ、でかいぞでかいぞでかいぞ。え、これ来たんじゃねえの。え、マジでこれマジでかいんじゃない。嘘嘘嘘、集中ね。え、マジででかいんじゃない。え、これやばいやばいやばい、これマジででかいやつや、でかいでかいマジででかいやつや。あ、来た来た来た、ここは俺も逃さねえよ。親指で釣り玉を釣り玉行く釣り玉行く釣り玉行く。おんも、めちゃくちゃ重いぞこれ。マジでちっちゃくなってるよ。
ここ逃したら俺は終わりだ。終わりよ、これ俺は。向こうもかかってるから。でかい、これはでかい。これはマジワンチャンスある。これは引き上げた。これはワンチャンスある。これ引き上げた方。あー、腕は辛くない、辛くない。6メートル、6メートル。うわー、マジで、マジで。嘘、嘘やろ、嘘やろ。来ましたわ。いや、釣りがあるでしょって言いつつ釣りがあるでしょ。カッパでーす。よっしゃー、マジやん。高校野球でホームラン打った時より嬉しい。 1.2 メートル、25キロやるー。やられた。かわいい。林がやってやりましたよ。いや、マジか。釣りガールと違った。釣りガールと全然違う。重さが違う。負けた僕。めっちゃ嬉しい。あ、そうだ、はい、罰ゲーム。リアルカッパやります。そうなんでも。ということで、はい、負けてはしまいましたが、バーチャルマスターズスピーツ、はい、楽しすぎる。もうそれはね、十分伝わったかなと。皆さんもぜひバーチャルマスターズスピーツチェックしてみてください。この動画が面白かった人はいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあみんなバイバイ。長尾カメンさんですか。いや、長尾カッパさんですか。はい、カッパ。今日ももう一頑張りカッパね。このとこまで来るカッパ。じゃあ、お疲れ様でした。お先失礼します。